前半キックオフです。いいクロスが中に入った。キーパーがクロスをパンチング。勝ち越しゴールなるか。試合開始から間もなく早速最初のゴールが決まりました。序盤から仕掛けてきましたね。このまま勢いに乗って畳みかけたいのではないでしょうか。これはうまくゴール前に飛び込みました。基本に忠実なゴールですね。怖がらずによく突っ込みましたね。試合時間は前半4分。早くも先制点です。大谷秀和。このパスはカットされました。一度後ろに。これはまずい。いいボールが入りそう。ここはシュートチャンス。また決まった。うまくシュートが打てました。大谷秀和、山崎亮平。うまく読んだインターセプト。素晴らしいボールです。中央の選手を狙ったクロス。決まった、決まった。ゴールです。このクロスはチームがうまく機能している証拠ですね。持ち替えずにそのまま打ちましたね。逆の足でこれだけのシュートが打てるわけですから、これは武器ですよ。この展開を誰が予想したでしょうか。大谷秀和。ディフェンスの網にかかる。絶妙なパス。ゴールが決まった。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。違うアングルから見てみましょう。この展開は予想できませんでした。大谷秀和、山崎亮平。いい形でゴール前まで持ってきました。いいカットです。ボールを奪いました。サイドにスペースが空いています。ここでシュート。どこに上げてくるのか。コーナーからエリア内へ。中央へのボールはクリアされました。入るか。ゴール、ゴール。これはもう今日は止められないといった感じでしょうか。別の角度からご覧ください。この試合に関しては力の差が出てしまっています。山崎亮平。相手のゴール前でパスを回します。長澤俊。カウンターのチャンスです。スルーパスが味方に通る。ここはボールを奪われました。カウンターから得点ならず。クリスティアーノ。
山崎亮平。パスコースにはディフェンスがいます。このボールは決定的、打ってきましたが大きく外れてしまっています。ここはパスミスになりました。ボールを失います。走り込んだ味方にスルーパス。ここはキーパーが積極的に出ました。亀川正史、クリスティアーノ、クリスティアーノ、ここはキーパーが素早く出ました。ボールをキャッチしています。いいパスとは言えません。簡単にボールを失いました。ここでシュート、決まった。素晴らしいシュートだ。試合はどうやら一方的な展開になってきています。大谷秀和、ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。目の前にスペースがあるようです。ここはクリアされました。ここで前半終了。前半から変化はあるのでしょうか。後半キックオフです。山崎亮平、このカットは大きい。しっかりと奪いました。ここはうまいタックル。ただし相手ボールのスローインです。真ん中にクロスを上げた。いいボレーでしたが枠に行きません。素晴らしいキックでしたが、さすがにコーナーを狙うのは厳しかったと思います。前半はこの選手のプレーが目立っていましたね。早くも2得点ですか。ハットトリックを狙いますね。リードしているのはこの…シュートを打ってきた。ゴールです。ゴールゴール。これで今日2ゴール。最初のゴールが自信になったのでしょうか。動きがいいですね。大量リードの試合となっています。入ってきたぞ。タックルはボールに行っていないようで。イエローでしょうか。ゴールまで距離がありますが狙っていくんでしょうか。クリスティアーノ、離れた位置からのフリーキックはわずかに枠の外。もう少し中に行っていれば入ってましたね。つまらないミスでボールを失いました。危険な位置です。緊張感が増してきます。長澤俊、チャンスを狙っています。クロスが入りました。止めた。ゴール決まりました。選手交代があった矢先のゴールです。作戦として考えていたとは思うんですが、しっかりと期待に応えられる選手はそういませんよ。素晴らしいボレー決まりました。これは止められないですよね。この角度からも見ましょう。
この展開を誰が予想したでしょうか。パスが通ります。この人を自由にさせてしまっているのが今日の試合のポイントとも言えるでしょう。ボールをさあどうする。これは大きく枠を外しました。スタジアムからはため息が漏れます。今のはチャンスでしたね。あれは決めてほしい場面です。カットしました。ここはどうするでしょうか。タッチラインを割りました。スローインです。クロスを中央に入れた。ゴール！ゴール！クロスもいいですが、それまでの過程もいいですね。これは見事なダイレクトシュート。チャンスに対する嗅覚が素晴らしいですね。難しいシュートを簡単に見せてくれました。別のアングルからご覧ください。この展開は予想できませんでした。大谷秀和、細貝はじめ、シュートを打った。ゴールポストにシュートを弾かれました。サブの選手がピッチに向かいます。細貝はじめ、江坂当たる。このカットは大きい。しっかりと奪いました。細貝はじめ、圧力をかけられます。ここを起点にできるか。ボールが足につきません。ルーズボールだ。スペースへのボール、これを防いだ。危険な位置からのシュートでしたが、見事に止めましたね。キッカーがボールをセットします。いいボールでしたが、ここはクリア。いいパスとは言えません。簡単にボールを失いました。安心のコントロールです。江坂当たる。ボールを失った。長澤俊、見事なスルーパス。決まるか。決まった。ゴール！この男を止められる者はいないのでしょうか。このゴールでハットトリックです。これでハットトリック、ゴールラッシュが止まりません。素晴らしい点取り屋ですね。チームの攻撃を引っ張っています。残り時間も少ない中、厳しい展開になっています。ボールが中盤でカットされました。危険な位置です。緊張感が増してきます。ボールを取りました。さてどうする。富田慎吾、スペースに見事なスルーパス。スペースに出しましたが、これは精度を欠いたか。止めました。止めました。素晴らしい判断。シュートを狙う。ここでホイッスル。出がれた仙台が見事な勝利を挙げました。今日は素晴らしい活躍でしたね。ハットトリックは最高でしたね。